ミルワカ休み時間ラジオ井上マーでございます。どうミルク佐藤です。ニンニキニキニキ火曜日でございます。いかがお過ごしでランチは何をお食べになっていらっしゃるでしょうかということですけれどもね先生、はい、いや遺跡も動いてきてもうあれですか、あらかた、はい、もうあれで決まったと言っていいんですか。これはいや、まあ、大きなのは終わったんですか。まだね、3分の1くらいじゃない。あらあら、まだよ。あ、そう、一番大きなサプライズ遺跡って例えば去年の今の時期って、結局あれが一番大きな遺跡だったなっていうのは何だったんだっけ。林大地じゃない。でも海外に行きましたっていうことか。松岡大輝。ああそうだね、もう代表クラスに足かかってる人たちがチームを移ったっていうことだ ね、 そうですね。あのクラスに後々言われるような今年の遺跡っていうのは、じゃあまだ起こってないんじゃないかってこと。もしかして山本リヒトが一つの、そうかもしれませんね。なるほどね。まあ、もちろん今後の活躍にもね、期待かかるし、どうなるかっていうのも大きいんでしょう。そうですね。ただ、海外遺跡で言ってやっぱね、上田綺世行きました、はいはいはい、本間紫苑行きましたとか。あ、そうだね。確かにそうだね。今だったら彼らすごいけど、まあ予想はできてたところかなっていうのもある。そういう意味で言うと、サプライズ的な、そうなのっていうのが今後また、起こりうるんじゃないかと。起こるでしょうね。サプライズは残されている。遺跡サプライズは残されて、これサムネでいきましょう。ね。で、あの、J2 からヨーロッパはまだあるよ。ええー、あ、そういうことなの？うん、あると思う。あるあるある。誰かわかんないけどね。後期小川でしょ？小川コキだからリアルです、ね。あ、これちょっと、ちょっと言って、みんな、まあさ、今、思い出しちゃった。何、どうしたんですか。私が知ってる限りですけど、はいはいはい、あの、この収録の7月25日の時点で聞いてたもの、それよりもっと前に聞いたんだけど、あの、本間紫苑寄りとか、和田正樹の後の話ね。はいはいはい。J2 に4件は来てるらしい。4件。うん、合計。え、ヨーロッパからのオファーが？ヨーロッパからのオファー。え、あ、4件ってその1人にってこと？いや、あの、だから4人。4人に、マジっすか。誰？まあ、だから、多分1人小川航基でしょ。ああ、そう、あ、その何、数字だけが先生に入ってきている。うん、なんすか、港でメモかなんかもらうんですか、黒ずく、黒ずくめの男に。港の灯台が照らす中、一瞬の暗がりを選んで。違うんですか？いや僕はね、もう何となくですけど、一人小川航基だと思ってるんですよ。はい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 。で、一人は正直、佐野海舟だったんだろうなと思う。で、ちょっとお怪我と言いますか。腰がね。の不良の状況が出ましたね。で、今お休みしてますよという。そうなんです。だから。あ、そうか。ねえ、そうか。データで言えばあり得りますよね。で、このミルワカやってる期間の4年間で考えても、正直オフェンスデータで J2 すごかったのが本間紫苑だけど。いや、そうね。ね、ディフェンスは佐野海舟だったわけだから。常にね。だそう考えたら、ここ2人はセットなので、ある意味。はいはいはい。だけど、ちょっとお怪我で多分亡くなったんじゃないかなとは思われる。また治り次第ね、その話も出てくるんでしょうけど。あと2人 ?2 人いるんですって、あと。うん。誰やと思っちゃった。J2 で ?J2 で。へぇ、気になるよね。センターバックとかいそうだね、1人はね。いそうよね。だから、馬場聖也。そういうことかね。あるかもしれないですよね。アンダー23代表組か。まあその可能だからハンダリック。いやまあそうかあるわね。海を渡っちゃう陸なのにね。それはもう十分にありますよね。そうですね。だもしくは、はい、あのやっぱり J2 の中でもまあ飛び抜けた例えばデータを残してるような方々ですよね。タリエルンだったら。それはシオンもそうだったかもしれないけど、ね、他に行ったらやっぱり新井さん、ベルディのね。まあリアルですよねここもね。ベルディもどんどん出てちゃうね。あとは平戸大輝。そうね。で年齢的にごめんなさい、ないっていうのもちょっと失礼ですけど、両田梶川だってそうだよっては思うし。データ的にはどうでしょう。そう。なるほど。まあちょうどね、ちょっとなんか関東圏が多くなっちゃいましたけど。両田梶川一番なりたい選手ですよ私は。そうだよね。選手になりたい私は。そうだよね。だもしくは、今年なかなかちょっと得点まであまり多く取れてないけど、はい、あの、去年ほらいっぱい点取ってた、2桁取ったあの、長崎の上中選手とか。あまだ彼だって若いし。朝日選手ね。そう。もしくは同じ長崎のサイドバック、加藤聖選手なんかもそうですよね。アンダー23、アンダー21日本代表組でもありますから。なるほどね。まあ、ここら辺はリアルだったりするんじゃないかなと思ったりはしますけれども。あら。では、
彼らがこの夏に動かない保証はないということですね。そうですね。動いてギリギリとかでサプライズみたいなこともあるかもしれないと。あるかもしれないですね。そうですか。まあそれ以上にね、自チームでまだまだ輝いてほしいという気持ちももちろんもちろんありますけどもね。そうなんですね。そうか。なんかもういろいろ動き切ったのかなと思ったら、まだまだそうじゃないってことですね。っていうことですね。危機感っていうのはやっぱりいろんないい条件を求めて各チームいろいろさまよって話をまとめようとして、で同時に2人3人声かけてるわけもあるわけでしょ。うん、そうなのよ、ね。だから最後の最後で決まることもよくあるということです。そうなんです。なるほどね。のちょっと思わせここにもあるの。ネルトンパーティーの後半みたいなことでしょ、これね。そういうことですね。ある程度、あの辺もいいかなと思いながら、でもあの人にも声かけてみようかしらってことでしょ、うん、そうなんだ。って妄想どころですけど、ほら、庄司源選手。そう、まだわかんないんだもんね。うん。だって、だからもしガンバから鹿島に庄司選手が仮に移ったと仮定すると、はい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 、ガンバは1人足りなくなるんだから、ガンバは絶対取らなきゃいけない、うん、そういうことだ、そういうことだ、そうか。で逆に庄司選手がじゃあ移籍しなかった、うん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 、そしたら鹿島は自分たちでディフェンダーが1人欲しいですよって言ってるようなもんだから、うん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 、誰かを取るってことはありえますよね。ああそうだね、そうそう、じゃあ間違いなくそうでしょうね。そうでしょうね。ああそっか。ってなると、そこでね、取られたチームはまただこ取られてるくらい。そうなのよ。ああ、そういうことだね。うん、ああ。で、海外取ってこようもんなら、一、うん、人余るから J2 に大型選手が降りてくるかもしれない。そうなのよ。ああ、そうか。ってなると J3 にも影響がってことだね。そうなのよね。そういうことだね。あとね、ちょっとね、佐藤情報なんですけど、あの、鈴木武蔵選手、うん、やっぱガンバだけじゃないみたいなんですよね。実は取りに行ってた。ガンバびっくりした。今からなんか、まだ迷ってんの。試合でしたけどな、この間と思って。おうな、ちょっと。おう、多分だけど、札幌だと思うんですよ、やっぱり。ああ、まあ、そりゃそうだろうね。で、ちょっとね、フォワードの怪我とかも。フィットするの分かってるわけだから。環境、環境的には間違いなくね。そうなんです。いたわけだから。うん、だからそうなると、仮に札幌だと仮定しますけど、ってなると、札幌もフォワード一人欲しかった。いやー、名探偵、なるほどね、そういうことになってくるわけだね。だそうなると、あと鹿島もね、あの上田綺世選手が移籍してとかもあったから、今鹿島と札幌は少なくともフォワードが欲していた。ということは誰かしら動く。だからやっぱ小川航基、またベルディ佐藤亮が。そういうことね。そのあたりですよね。そうやって見ていくんですね。なんかちょっと浮き出てきますよね。ああ、ね、本当だ。なるほど。逆に同じポジションだけど、そういう実力者来てしまった場合は、逆に言ったら誰かがね、若手が他のチームにレンタル移籍なんてことはありますし。そうか、そうか、そうか、そうか。若手のレンタル移籍もね、これまた楽しいんですよね。J3とかで来て。そうなんですよ、ね。こう、生き生きやってね。輝いたり、2000連続輝いたりとか、ああいうのもまたサッカーの楽しみです。全部のカテゴリー見ていくのは楽しいですよ、これね。そうなのよ。なるほどな。いや、見る若。3年目、4年目にして、なんかその辺がね、じわじわ楽しくなってきてるんですよね。よかったー。ねえ。いや、わかります、それ。いや、ちょうどね、これあの、そこから最終的に J2 のチームに落ち着いてね、そこのまあ一つ、屋台骨になっていく選手がいたりするじゃないですか。そうなのよね。J1 のね、あの、レンタルで J3 に来た選手がとか、なんかそういうのがいいよね。いいやね。そうなの。海外選手、移籍する選手を追っていくだけがサッカーじゃないですかね、これね。そうなんだよね。もちろんここまでね、聞いてくださってる方ももちろんそうやって楽しんでらっしゃるんだと思うんですけど。でもやっぱさ、だからちょうどね、マーさん、今週末、福島対今治の実況がね、あれ、ね、ありますけど、はい、今、今治のセンターバックやってる照山選手なんですよね。照山選手、はい。あの、やっぱ、仙台からレンタルで今来てますけど、前回仙台から沼津にね、レンタルで行った時期があって。はいはいはい、はい。だその時、沼津で、ほんとちょっとの時、1ヶ月半ぐらいしかいなかったんですよね。仙台からディフェンダー足りなくなっちゃったりとかもあったので。はい。ただ、沼津で圧巻とか、その時我々ベストイレブンで毎週出してましたけど、沼津に在籍した期間、毎回照山選手ディフェンダーで入ってたんですね、ベストイレブン。はいはいはい。で、それで、やっと成長のきっかけつかんで仙台を戻って、その時何試合か出続けたってのありましたから。はい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 。やっぱレンタルってすごいね。いいきっかけになったりしますからね。そうだよね。なんか取り戻すじゃないけど。俺はやれんだぜっていうね。そこなのよね。沼津はでもそういう素地はありますよね。こう輝かす。あるよね。ね、確かにね。ね、うんうん。新潟からね、秋山選手とかもそうでしたし。秋山さんの時もそうだったもんね。あとはレンタルとかじゃないけどね、今、あの、渡辺亮選手なんかも、学生時代行っちゃいましたけど、うんうん、若手の活躍のきっかけになったっていうのもありましたしね。高橋純也選手もね、今季、そうだ。福島で輝いてるし。そうだ。ああ。
成長の素地があるってことですね。あ、そうじゃありますね。僕は鈴木健志郎選手が大好きですけどね。わかるなんかね、好きなんですけど。そうですか。僕は瓜生選手が好きです、ね。瓜生選手もいいですよね。ねえ。楽すな。楽すっすね。楽しいね。そういうことか。動くね。じゃあまだ動くね。そうだね。そして神戸がね、どんどんまた世界の、今度は、まだ、モンペリエから。モンペリエからね。まあ、フラメンゴからって言ってもいいですけど。好きないね。ねえ。でもね、まあ、今ね、皆さんも、神戸が大変なのよ。大変なんだ。まあ、イニエスタがね、ちょっと一回家庭の事情でスペイン行ってたわ。あ、ね、まあ、それはちょっと一旦置いておきます。帰ってくるんですよね。帰ってきます。なんかわかんないけど、ほら、そういうので帰ってこない人って結構いるじゃないですか。まあ、いるけど。なんか、いろいろ、まあ、あるんであれですけどさ。大丈夫、帰ってくる。帰ってくるでしょ。ただね、うん、橋本健人は帰ってこないんですよ。ああ、そうね。ね、ウエスカ行っちゃうと。で、これでボランチマイナス1。そうか。そう。うん、で、あと、ね、その E1 始まる直前でしたけど。うん、武藤義則怪我。ああ、そうだね。坊ちゃん怪我、うん。菊池龍吾怪我。いやー、そうだ。だからうまくいってるチームだったけど、うん、いきなり4人ぐらいいなくなっちゃうってところがあって。だからね、いわゆる多分だけど、橋本健といなくなりました。その代わり大崎レオがセンターバックと中盤兼任しますってだけかなと思ったんだけど、やっぱね、菊池選手の怪我もあってね、そのトゥーレル選手、ね、獲得って形になったんだろうな。モンペリエの選手はセンターバックなんだ。そう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 。そうか。なのかなって。そうだね、まあ、だからいろんな怪我とかにのね、急な怪我の影響で移籍が加速したりとかってなるもんね。そうなんですよ、ね。いやー、サッカー選手っていうのはこれ、すごい商売です ね。どこに来年住んでるか分からないわけでしょ。分かんないよ。で、そこで嫁さん見つけたりもするわけでしょ。そうなの、ね。その怪我かとかがあったから逆にそういう引っ越しがあってみたいなな。そうなのよ ね。だから早く結婚するのも分かるね、なんかね。ああね、落ち着いておきたいっていうのもあるし、ね。落ち着かないのは分かってるから、そこだけまず落ち着かしときたいっていうのは、あるでしょうね。あるでしょうね。あとは結婚したら、ああ、移籍するんだなと思うよね。だからね。海外に行く環境を整えたなとかっていうのも、前田選手なんかはそうだってね。そうなのよね。そうか。気になるところだよね。面白いね、いろいろ。またね、もしかしたらこの動画が出る頃には新しい移籍がまた生まれてるかもしれないし。はい、そうだね。あと実際ね、あの今 E1 がね、行われたりもしますから、はい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 、それにね、伴って誰かとか、あと、なんかパリ・サンジェルマン戦でね、あのガンバ、黒川選手、山見選手がゴール決めたなんてこともありましたから。なんかね、で、うん、パリ行きのジェットに乗ったとか乗られる。やめて、急に。怒られる。こんなこと言ったら怒られるね。でもただ、ゼロじゃないですよ、そういう話ってね。ね、正直な話というか、まあ、なんかだから絶対は取らないけど、何年越しで見ていく対象に入るとかっていう可能性あるわけでしょ、そういうの。ありますからね。だまあそのあたり、あと東口選手がこうめっちゃなんか好セーブ連発だったってのもありますから、もしかしたらドンナルーマとね、シーズン争ってるかもしれないし。なんですって。パリ駅の東口で交わしてるかもわからないですね。違うな。違うな。ね。すごいな。なるほどね。ねえ。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかナバスがすげえ浦和戦止めまくったから、日本はね、ワールドカップでコスタリカからなかなか点取れないんじゃないか、みたいな話もありましたけど、取ったわけですもんね、ガンバがね。そう、日本人がナバスから割れるんだぞっていうことを見せてくれましたから、もうワールドカップに進んだったってことですから。そういうことだ。ね。うん。うん。うん。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。パリ見に行った方はちょっと感想も書いてくださいね。こんなの。お願いします。スタクルとかどうだったんでしょうね。普段のあれですかね。ガンバね、聞きたいですね。ね。お願いしますね、皆さん。ちょっとパリのやつとか売ってたんですかね。そうね。なんかああ、あったら面白い、ね。パリの野菜です。パリで採れた野菜です。みたいなのはないです。なかなかね。それなんでマルシェみたいになってんだろう。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、休み時間ラジオでございました、こんな話はどうですかみたいなのをまた募集してますんでね。コメント欄でお願いします。お願いいたします。ということで、今週も楽しんでいきましょう。井上真央でした。イェイイェイ、ノーミルク佐藤でした。いろんなことが起こるから、イェイイェイ。